けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり、誠にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まあもう1月ももうすぐ終わってしまいますけどね。皆さん元気にお過ごしでしたか？今回は久しぶりの声主体の雑談動画です。しかも小声だけの雑談動画って初めてかもしれませんね。お知らせを雑談と言ってしまえば、お知らせ動画は何個か小声のものがあるので、小声だけの動画自体は結構たくさんあるんですけど、それを除いたら多分初めてですね。こうやってのんびりお話しする小声の雑談は皆さん、小声とささやき声どちらの方がお好きですか？私はささやき声の方がいいんですけどね。結構他の ASMR の投稿者様はささやき声よりも小声の方が出しやすいっていうお話をよく聞くんですけど、私はささやき声でずっと話し続ける方が楽ですね。なんか小声で話しているとすぐ喉が乾燥して話しづらくなるんですよね。私だけですかね。結構小声を途中から解禁している他の投稿者様は、私みたいに最初はささやき声だけだったけど途中から小声を解禁した投稿者様は、小声の方が話しやすいからって小声ばかりの動画に変わることが多い印象です、私の中では私は結構小声よりもささやき声の方がどちらかといえば好きなので、というかあまり声の好みに左右されないんですよね、ささやき声は。ささやき声だと好き嫌いがほぼないんですけど、小声とか地声だとやっぱり合う合わないっていうのがありますよね、はい、なのでたまにいらっしゃるんですけど、ささやきがメインだった方が小声の動画しか作らなくなってしまうと、ちょっぴりちょっとだけ悲しくなっちゃいますどうですかね、皆さんは。小声ももちろん好きなんですけど、ささやき声もささやき声ももっと聞きたいっていう気持ちが出てきちゃうんですよねわかりますかね。どっちも好きだからどっちも作ってほしいんですよね。わがままですねどんどん欲張りになっちゃうんですよね、好きな投稿者さん見つけてしまうとですので、私の動画の場合も私と同じような気持ちの視聴者様がいるだろうなと思って、普段の動画では今まで通り小やりの動画は主にささやき声で話していますし、今後もそうしたいと思っております。小声の動画はこんな風にたまーに出せたらいいですね。でも割合的には小声派の人の方が視聴者様の中では多いんですかね、どうですかね。国外関係なく ASMR の動画全体で見たら、小声とか普通の大きさの声で話している投稿者様の方が多いですよね。というか、そっちがオーソドックスですよね。正統派っていうか。だから、どうなんですかね。まあ、結論。聞いていて落ち着く声であれば、小声でも、ささやき声でも、
普通の大きさの声でも、なんでもいいですよね。なんでもいいですね。結局ね。癒されればなんでもいいですよね。動画を投稿してくれるっていうだけで、本当にありがたいです。いつもありがとうございます。はい。はいはい。それでは、雑談をしましょう。雑談。実は、雑談の内容が去年のものとあまり被ってはいけないと思って、事前に1月、去年の1月にどんな動画を投稿したかなーってさらーっと自分の動画を振り返ってみたのですが、なんと去年は1月に1本も動画を投稿していませんでした。2月も半ばのバレンタインの日まで投稿していませんでした。びっくりですね。やっぱり12月で力尽きてしまうんですよね。力尽きた上にお正月休みがとどめですね。お正月って私の中で1年で一番ぐうたらする日ですね。私の中では。普通の連休とかだったら旅行に行こうかとか、普段やらないことに挑戦しようとか、それこそ動画をたくさん撮影しようとか思うんですけど、私毎年お正月は親戚の家に泊まりに行くので、することが本当に何もないんですよね。何もない。しかも田舎だからそんなにお店も周りにないし、車はで移動しなきゃいけないし、動画はもちろん撮影できないし、ずっとテレビ見てましたね。一挙放送ドラマとかずっと見てましたね。面白かったです。それでかなり体が甘やかされるんですよね。しかも1月って12月よりも寒くなるじゃないですか。寒いともうダメですね。何もできない。外も出たくないし、冬眠したいですね。それからお正月休みが終わって普通の日常に戻った途端、もうダメですね。ダメ。体力の衰えを感じました。ほんと、休みの日のギャップがすごくて、家に帰ったら疲れて何もできない状態でしたね。1月。どうでしたか？皆さんは。どうでしたか？ 1 月は。どうでしたかね。でも、人によっては、年が明けたから、心機一転こう、頑張ろうっていう、みたいに、すっごく元気で、パワフルな方、いらっしゃいますね。いました。それがすごく私は、羨ましいです。素晴らしいと思います。私も心機一転頑張るぞっていう気持ちでいないとダメですね。やっぱり何をするにも気持ち、やる気が一番大事だと思うので、これから気合い入れていきたいです。はい。ちなみにやる気を出すためには、とにかく行動してみるのがいいみたいです。どうやったらやる気が出るんだろうって考えている時間があったら、ちょっとだけやってみる方が、どんどんこうモチベーションが上がってくるって、どっかで聞きました。でも確かに、勉強でも何でも取り掛かるまでは時間がかかるんですけど、やってみたら集中して、どんどんやれちゃう。作業できちゃうっていう時ありますよね。掃除とかもちょっとめんどくさいなーって思ってても、やり始めたらもう止まらないみたいな。徹底的にきれいにするぞみたいな。ですので、今やる気が出ないっていう方は、とりあえず行動
行動しましょう。やるだけやりましょう。勉強だったら、1ページだけやるとか、掃除だったら、机の上だけ綺麗にするとかね。徐々に机の引き出しの中も掃除したり、周りも綺麗にしたりして。私も休みの日とか暇さえあれば、ついダラダラゴロゴロしちゃうので、今年は時間を有効活用できるように、いろいろと積極的に行動したいと思います。頑張ります。でももう今日はもうね、遅いので、この後寝るので、明日から。皆さん何か今年の目標とかありますか？あったら教えてください。そして頑張ってください。達成できるように応援しています。それにしても最近本当に寒いですね。寒くないですか？もう耐えられないんですけど、今もめっちゃ寒いです。寒すぎて膝掛けしてます。リース素材になってる。朝前、なんか各地で雪が降っていますが、皆さんのお住まいの地域ではどうですか？降りましたかね、雪。この前の関東の雪はすごかったですよね。すごかったっていうか、例年に比べてすごかったですよね。もちろん雪国の雪の多さには負けますが、関東とか普段雪があまり降らない地域では雪対策をそこまでしていなかったと思うので、急に雪がたくさん降ってきて大変でしたよね。何も対策してなかったら、そりゃ電車も止まるわなみたいな。 別に、なんかすごい雪が降った日は家に帰れましたかね、皆さん。大丈夫でしたか？あとは、雪合戦したり、そり滑りしたり、雪だるま作ったりしましたかね？しましたか？私は今年はそういうの全くやってませんね。やりたいですね。スキーとか行きたいな。そり滑りもいいですけどね。そり滑りもなかなか楽しいですよね。最近全くやってないですけど。小さい頃にスキーに行った時に、スキーが怖くてできなくて、そり滑りスペースでずっとそりで遊んでいた記憶があります。まあ、数える程度にしかスキーには 行ったことはないんですけど、懐かしいですね。でもまあ、私は寒いのが超苦手なのと、毎年すごく肌が、あと喉が乾燥するので、個人的には早く冬が終わって春が来てほしいです。春が待ち遠しいですね。私は季節の中では春が一番好きですね。昔は秋が一番好きだったんですけど、最近は春が一番好きです。春が一番好きだっていう話をすると、私の周りは花粉症の方が多いので、花粉症じゃないからそんなこと言えるんだって言われちゃうんですよね。 花粉症の方ほんと辛そうですよね。もう見ていられないくらい。でもポカポカしてあったかいし、花とかの植物も綺麗だし、晴れの日が多くて元気が出るので、私は春が好きです。皆さんはどの季節が好きですか？あと冬の話で今思い出したんですけど、クリスマス動画用に用意して使わなかったものがあるので、今日紹介していいですかね。かなり今更なんですけど、まあもったいないので使っちゃいましょう。まずはこれ。
ゃじゃーん。はい。コップの縁に舞い降りた聖夜の天使。コップの縁子。クリスマスバージョン。中身は全6種。シークレット1種。何が入っているかは開けてからのお楽しみ。ということで、今年の運試し。みんなで中身を当てましょう。一個当てた人は、去年よりもいい年になるかも。二個とも当てた人は、ここ数年で一番いい年になるかも。はい、適当です。これは、ロフト限定商品らしいです。私、コップのふちこさん、初めて買いました。初めてがクリスマスバージョンっていう。前にすごく流行ってましたよね。今も流行ってるのかな。コップにこうやって乗せるの。今から楽しみですね。では、早速中身が何が入っているのかをご紹介します。はい、中身に入っているのはこちら。まずは一つ目はこれ、一番無難なクリスマスのフチ子。なんか普通ですね。普通というかフチ子さんがクリスマスコスプレをしてコップに座っています。そして二つ目はこれ、ちょっぴりセクシーなワインのフチ子。コップに乗せた足と肩を出したサンタコスがセクシーですね。いいですね。そして三つ目がこちら、私があなたのクリスマスプレゼントよと言わんばかりのギフトのフチ子。かわいいですね。頭にリボンつけて靴下に入ってる。見えてたかな。見えてましたか。そして4つ目、こちら、一緒にいると寒くて凍えそうな結晶のフチ子。これも可愛いですね。結晶がでかって感じ。5つ目は子供たちの夢を叶えるサンタのフチ子。一番サンタクロースっぽいですね。なんかワイルドな感じですね。コップの中にプレゼント入れてくれればいいですけどね、つけてたら。そして6つ目がこちら。やばいですね、これインパクトがでかい。この一緒にいるといつでもクリスマス気分が味わえちゃいそうなツリーのフチ子。すごい。なんか友達がこの格好してたら絶対知らない人のふりしちゃいますね。インパクトがすごい。すごい。はい。そして、あ、最後はこれ。シークレット。内緒のフチ子。です。内緒。シークレットは何が入ってるんですかね？どんな感じなんだろう。トナカイかな。どうだろう。これすごい気になりますね、うん、はい。では皆さん、真剣に、すっごく真剣に何が入っているか予想してみてください。個人的にはシークレット当たってほしいですね。シークレット気になりますね。普通にどんなデザインなのかが気になります。あと他に欲しいなって思うのは、まあ、シンプルにこのクリスマスのフチ子が一番欲しいかもしれません。一番無難で可愛いですよね、うん。このギフトのフチ子も可愛いですね。
全部かわいい。これ以外、これ以外全部 当たりかな。ツリーはあんまり、ツリーはあんまり欲しくないですね、私は。もしこの2つともツリーが入っていたら、私今年相当運がないと思います。フラグじゃないですよ。皆さんどれが一番好きですか？欲しいですか？はい、それでは、まずは私の予想からいきます。私としては、このクリスマスのフチ子とシークレット、シークレット引き当ててみましょう。シークレット、シークレットって他のやつよりも入っている確率が低いんですかね。どうなんでしょう。でも私はこれとこれの2つが入っていると予想します。この二つのどちらか一つでも入っていたら、吉。吉です。吉。おみくじの吉。吉。二つとも当てたら大吉です。そして、残念ながら、どちらも外れてしまった場合は、中吉です。外れじゃないじゃんって感じですね。実は私、今年の初詣で引いたおみくじは、中吉でした。去年が確か、末吉とか、そんな、あんまり、なんだろう 良くなかったんですけど。なので、中吉で、まあ、なかなか満足してたんですよ。おみくじの結果が大吉ではなかったけど、去年よりは上がったからいいかなって思ってたんですけど、今日、今、さらに運勢を上げていきましょう。はい、皆さん決まりましたかね？決まった。じゃあ箱を開けますよ。どっちから開けようかな。こっちから開けましょう。緊張しちゃう。ですね。どうですか？開けますね。あ、かわいいけど外れちゃったな。当たりましたか？今のところ当たったっていう人いますか？これで、いや、吉、吉、大吉の夢はなくなりましたね。見て、かわいい。ギフトのフチ子、なんかおねだりしてるみたいですね、こうやって見ると。外い、かわいい。残念です。でもかわいいけど残念です。もう一個も開けましょう。なんとしてでもこれだけは当てたいですね。シークレット、 シークレットだったらいいな。いうのって全然なんか当たらないんですよね、予想は。あとガチャガチャとかも全然欲しいのが当たらないんですよね。運がないんだな。
当たった。え、やった。じゃーん。クリスマスの縁か。シークレットではなかった。あ、当たりました。当たると思ってなかったです、正直。私の運勢は吉ですね。いいですね。なかなかいいですね。じゃじゃーん。かわいい。かわいいですね。一番シンプルですね。後ろもちゃんと眺めましょうか。かわいい。私の運勢は2つ中1個当てて吉でした。皆さんどうでしたか？当たりましたか？当たりましたか？どっちか1つでも当たりましたかね。運勢は上がりましたか？もし神社やお寺で引いたおみくじよりも運勢が下がってしまったという、そこのあなた、気にしないでください。いい方を信じましょう。むしろこんなとこで運を使わなくてよかったですよ。運は大事にとっておきましょう。あと、当てた方はもちろん大丈夫ですよ。一個でも当てたら運気が上がりますからね。上がります。今年すごいいい年になりますよ。まあ、何の根拠も保証も ありませんが、運は自分で引き寄せましょう。ということで、コップのふちこさん、早速使いたいということで、用意したのが、こちら。シャンメリー。クリスマスっぽいですね。もう1月も終わるのに。シャンメリーをコップに注ぎます。コップ、ハトムギコップ、このコップに注ぎます。コップも私2つ買いました。2つじゃない、もう1個買いました。自分で。まだ販売していたので、よければ、こちらのコップ、詳細リンクからご購入ください。じゃあ、仮宣伝をしてね。はい、じゃあ、載せましょう。こっち。初めてのコップのふちこさん。どうやって埋めるんだろう。あ、え？わかんない。あ、手でこうやって押さえなきゃいけない。どうやるの？あ、中にやらなきゃいけないんだ。外側でやってた、ずっと。え、すごい落ちちゃいそうじゃないですか。こんなもんですか。乗せ方は別に乗ってませんでしたね。安定感ありますね。わ、すごいかわいい。ではシャンメリーを開けましょう。うるさいかな。シャンメリーってどうやって開けるのでしょう。まずはこれを取ります。シャンメリーの線の上手な開け方。キャップ部分にナプキンなどをかけ、キャップを指でしっかり持って矢印の方向にゆっくり回しますと開封できます。線が抜けると同時にポンと軽快な音がします。ポンって音鳴るらしいですよ。ナプキン、ちょうどこんなところにナプキンが。では、
うるさいかな。出ますね。ゆっくり回せばいいんですよね。すっごい声の緊張しちゃう。いきます。ポンじゃなくなかったですか？ポンって感じじゃなかったですか？もっと可愛いポンっていう音を期待してたんですけど、押さえつけすぎてたかな。はいです。では注ぎましょう。かからないように。寝かけていたのに起きたっていう人がいたらすみません。あ、いい感じ、いい香りがします。これつけてたら飲めないですね。倒れないかな。ぼちゃんとか入ったらちょっとショックですね。こっちの方が安定感があるので。はい、乾杯。いただきます。美味しい。なんかこの私の飲む音が苦手っていう方たくさんいたんですけど、たくさん 2,3 人いたんですけど、特に意識してません。普通に飲んでます。なんか動画のために音を出すために、いい音出すために飲むぞって意気込んで喉を鳴らしたりはしてません。普通に飲んでるんですけど、これマイクがいいマイクなので拾ってくれるんですけど、なんかそれが不自然で苦手だっていう方がいました。でもこんなちょっと普通に飲んでいるのでどうしようもないのでお許しください。しますよね。今自分でもイヤホンで聞いてるんでわかるんですけど、鳴っちゃうんですよね。許してください。おいしい。おいしいです。残りは後でガブ飲みします。楽しかったですね。ここまでお付き合いくださりありがとうございます。では今日はここら辺で。動画の冒頭でも言いましたが、皆様本年も私ハトムギを何卒よろしくお願いいたします。寒い日が続いておりますので、風邪などを召されませんよう、お体には十分ご自愛ください。インフルエンザも流行ってますからね。うつらないように、うつさないように、まあ、そもそもかからないように規則正しい生活と手洗いうがいを心がけて気をつけてください。私も本当に寒さに弱くて、最近ちょっと体調を崩し気味だったので、今からより一層気をつけていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また他の動画で会いましょう。おやすみなさい。またね。